して2番のお題はこちら。日本語訳が書かれていないプリンスは。おお、はい、これはですね、今からこの鈴村チームにあるカードが配られます、はい、そこには外国語で甘い言葉が書かれております、はい、でその皆さんには読み仮名と日本語訳をそれぞれ読み上げていただきたいと思います。いいですね、はい、鈴村チーム。ただし一人だけ日本語訳が書かれていないのに、それを想像で読んでる人がいます一人だけ日本語訳が書かれてないのを想像で読みます。はい、さあそしてその森久保チームは誰が一人だけ想像で読んでるかを当てる。では準備の方をお願いします。はい、もう一度言いますと、今から皆さんそれぞれ違う言葉、国の言葉で外国語の甘い言葉です。読み仮名と日本語訳が書いてあるんですが、一人だけ日本語訳が書いてない方がいます。その方は想像で読みます。なるほど。一人ずつ読み上げていただきたいと思います。じゃあよろしいですか皆さん、これ端っこから順番でよろしいですね。はい、はい、せーので読むんじゃないですか。せーのじゃないですよ、一斉に読むじゃないですよ同時ですか。これ同時ではございませんので、すいません、一人ずつ今からムーディーな音楽流れますので、その音楽に乗って思いの丈を伝えていただきたいと思います。外国語の読み仮名、そして日本語訳の順で発表してください。はい、ではトリミさんから、はい、いきましょうか。では、はい、お願いします。これもじゃあ皆さんと一緒にタイトルコールでいきましょう。見破れと言ったら嘘つきプリンス、いきますよ。見破れ。スウェーデン語です。やそーくなディットリエンドゥ。君の笑顔が恋しい。ありがとうございます。続きましてユサさん。はい、これトルコ語です。トルコ、ちょっとね長いんで、はい、うまく言えるかどうか分かりませんけど、ベネムオル、これ私のものになれっていう、ちょっと長いんでね、ありがとうございます、うまく言えませんでしたけど、はい、短かった。大阪君お願いします。僕はスペイン語の甘い言葉です。メプレペスロック。好きすぎておかしくなりそうだよ。マルドさんお願いします。はい、私アラビア語です。ではアンティジャミー、訳は俺のそばにおいで、だそうです。次をして木村さんお願いします。タガログ語ですいやだからタガログ語です知らない知らみんな日本語の意味分かっちゃうかもしれないですけどね。いきます。ヒンディーナキッタパカカワラこれは日本語で言うと、もう君は離さない合ってる気がしますね。はい、じゃあ須藤君いきましょう。やりにくいですね。はい、フランス語の甘い言葉です。トゥムフェクラッケ、君に夢中だ。最後鈴村さんお願いします。ヒンディー語ですヒンディー語にはありますからね、甘い言葉は。ありますよ、キャサチヘキャッジュッド意味は現実は甘くない。終了でございます。はい、
そしてノブ君帰ってきました。今ちょっと袖で聞こえてたね。もうずーっと聞いてたんですけど、ね、はい、このコーナー面白いですね。さあ、では森久保チーム回答をまとめていただきたいと思います。あの読み仮名は書いてあるんです。日本語訳だけ適当な人が一人います。はい、ナイスヒンディーね。ナイスヒンディー、ナイスヒンディー、ナイスミー、アダブジュバン、イエー、ハダジュバン、オーナイスプリンチ、オーイエス。まとまったでしょうか。いきましょう。それでは森久保チーム発表していただきましょう。アタックオンの後に発表してください。嘘つきプリンスは誰。福くんです。お、大阪くん、おい、先輩でも許さねえぞ。ごめんね。怖い怖い怖い、その顔。さあ、大阪くんというね、答えが出ましたが、正解の発表です。ドラムロールが流れますので、嘘つきプリンスは名乗り出てください。ではドラムロールお願いします。この中に一人適当な日本語訳をした人がいます。誰だ。アンティジャミール。残念、正解は前野くんでございました。前野くん、さっきもう一回、何語でしたっけ。アラビア語です。で、じゃあ読んでいただいていいですか、もう一回。アンティジャミール。日本語訳は。俺のそばにおいで。残念です。正解は、日本語訳はこちらでございます。じゃあこれ言ってください、正解。前野くん、気持ちを込めて適当なこと言ってないで。自らメロキンワードだ。アンティジャミール、あなたは美しい。ありがとうございます。というわけで、残念、不正解。